前回サタマーでねプラスになったんでバッグ欲しいっておっしゃってたのでもらいました、青山さんからまだバリバリタグのねやつがいろいろついてるんですけど、羨ましいですか全国の男性諸子、青山さんからもらいました。ちん様の今まで使われてた女性のランジェリーみたいなバッグを持ってる方はあんまりいないので、みんなそんな羨ましいとは思ってないと思うと思う。青山さんからもらいましたありがとうございます。使ってくれたら嬉しい。これつけて寝るもありますよ今日の可愛いな、クリスマス迎えた子供みたいじゃないですか。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ大事に使わせてもらいます。はい。そんな早速これをつけて臨みます。後半戦のこれからの実践。負けたらプレゼント。返納？そういう制度なんですか？いや使ってくださいそこは。ありがとうございます。はいということでこの番組は海物語のさまざまな噂を検証する海の説と書いて解説検証番組となっております。本日の解説はこちらです。じゃん。に並んで打つと1人はすぐ当たる説。もうこれを身につけてる上にさらに並び打ち、すごいなんかこれはもう愛が芽生えるまでありますそうですね、別の形の、なんだろうなんかお母さんみたいな気持ちになってきちゃって前回打ちながら結構話してたんですけど一周回ってちん様の全部ふざけたギャグとか下ネタがなんか愛おしく思えてきちゃって。あ、本当ですか。そうなんですよ。もうそしたら僕もう汗垂れまくってますねこれね。すごいね、はい、それはでも、要は本当ですか。経験値的に言うと断然男と女、まあ大体バカップル、バカップルは言い方悪いかバーいらないでしょ、カップルでいいわ。カップルお二方でうちに来て2人で並んで打つと大概女が当たる。なぜか男の方が詳しいんだけど、あそこじゃねえよ狙うの、なんかいろ、あそこもボタン違うよみたいな教えられた方が当てちゃう。わかるかも。パチスロで何も知らない女性の方が彼氏に打たされてる感あるようなのシーン見るけど、男性より女性の方がそっちの方が当たってる。そういうことです。あ、じゃあ私が当たるかもしれないですね今日は。ビギナーズラックにもちょっと通じるようなあれだと思うんですけど、でも我々全然そのビギナーズ感がないですけどあ、じゃあ初めてパチンコに来た付き合いたてのカップルの手でやってみましょうか。気持ちからしたら僕なんかもう見始めるもありますよ。ないですよないですよもういいよビジネスなんだからそれビジネスエロやめて。コメントでも来てたよ、ちん様本当は真面目なのにビジネスエロお疲れ様ですって。不真面目です来てました。じゃあちょっとイチャイチャしながら打ちましょうかイチャイチャはしないですけど気持ちはフレッシュな感じで。いやいや気持ちでいいですけど、いいですから、はい。じゃあ並んで打つというよりはさっきもちょっと言いましたけど、ちょっと恋人パチンコ的な感じですので聞いてくれてる？何ダーリン。青山さんは今までの彼氏さんからは何とお呼ばれが一番多かったですか？りょうちゃん。いやもう魚群占いしてる時点で素人感ゼロなんですけど、これ何それで魚がいっぱいわーって出てきてから打つと当たりやすいんだよ。あ、それだよ、それでいいんだよ、もうそれですぐ当たるんだよバカップルだってバカップルのが当たるって言ってたじゃん。じゃあさ、陳龍は私のどこが好き？りょうちゃんの全部好き。全部は逃げだよ。ちゃんと1個言って1個。一番好きなとこどこ？一番好き1個だけ？うん、1個だけで言うとやっぱあれかな。お尻かな。私ね人生で一度もお尻褒められたことないのよ。いやりょうちゃんのお尻いいよ。ちょっとね下がり気味で、ね。俺りょうちゃんのお尻がもう一番。世の中のお尻の中で綺麗だと思ってるからさ。でもまだ陳龍にさお尻見せてないんじゃんどういう目で私の体見てる？服の上からとかのさ分かるよシルエットとか。そうなんだそっか私はね陳龍のね、一番好きなところはね、のためにおもちゃ並んでくれるところ。それさ、りょうちゃん、年末のなんかプレステ5に向けて伏線張ってね。それそんなわけないじゃん。それよくなくね、それ先輩だよ。そんなことさせるわけないじゃん。並ばせようとしてね、それそんなわけないじゃん。すごいなって。でもりょうちゃんのためだったら並ぶよ俺。本当？うん。じゃあ並んでもらっちゃおうかな。プレステ5でも何でも並ぶよ、そんなの。新龍何？早めの渡りっていくつまで？199分の1だから半分までに当たれば早い方じゃね。100回転まで。100でいいの ?199 じゃなくていいの？もうだってすぐ当たるって。だってなんだったらお金で言ったら3000円とか4000円とかさ、こんなもんじゃね。じゃあ100までね。まず100までだね。じゃあ100までに当たらなかったらもう口利かないからね。じゃあ逆に100までに当たったらお尻触らせてくれる？今日は考えとく。新龍、どうした？私の今日の占いのラッキーアイテム何か知ってる？りょうちゃん難しい問題出すね。当てて。今日のラッキーアイテム？テレビで言ってた今日の朝。だいたいあれだよね。身につける系だよね。まあそういうのも多いよね。なんかねだってる、ひょっとして。言って、なんだと思う？わかんない。高三？いや、じゃあ1個だけちょっと挑戦してみるよ。当たったらご褒美あげるよ。マジで？お尻触らせてくれる？くれるかもしれない。カチューシャ。カチューシャ。惜しい。今日の私のラッキーアイテムはレモネードです。それ完全にねだっちゃってるじゃん。りょうちゃんねだってないよ全然。いや買うけどさ、レモネードぐらい。レモネードなんてこの近くで売ってるところあるの？前買わせたじゃん、りょうちゃん。それ別人だよ。どこの女の話してんの、新龍。レモネード、あ、じゃあ後でちょっと買ってくるよ。今って言ってるの。占いの先生がなんか炭酸のやつがいいって言ってる。そうだよね、空から。りょうちゃん結構言うね。何を？炭酸のレモネードでいいのね。え、買ってきてくれるの？りょうちゃんがだって欲しがってるもん。それは新龍大好き。そりゃ買うよ。優しいな、素敵な彼氏持ったな。あ、でもごめん、当たっちゃうかもしんない。レモネードソーダだよね。青い方だ。え？いつもより青くない？あ、気のせいか。ちょっと違った？ソーダレモネードだ。人気ナンバー1だよ、りょうちゃん。ありがとう、新龍ありがとう、いただきます。すごい外暑かったよ、りょうちゃん。暑かった。そうそう、ビタミン C いっぱい取った方がいいよ、りょうちゃん。おいしい。おいしい。すごいおいしい。おいしい出た。あ、どうぞ、みんなで、あ、みんなの分買ってきてくれたんだ、優しい。なんだったらね、お店、売ってる人の分、全部買ってこようと思ったんだけど。ちょっとレモンが足りないんだって。売り切れ。そう、レモン不足。それは残念。あれ、りょうちゃん、まだ当たってないの。まだ、2人で売ってたら、1人当たるっていう噂だったけど。新龍に騙されたかな。ちなみに今日もこの台が新龍の一押し台でいい方を譲ってくれたんですよ。まあ角っていうだけなんだけどね。あ、そうなんだ。データでかと思った。やっぱりょうちゃんみたいなさ、ほらいい女連れてるのをみんなに見せたいじゃん。やだ新龍、やめて、もう恥ずかしい。お尻触っていい？冗談は顔だけにしなさい。冗談顔だけにしろ。私と新龍の関係もあと1回転で終わるよ。りょうちゃん、何ですか魚群出た。新龍さん、どうしました？いや、レモネード改造になってるから。それいやだって100回転までっておっしゃいましたよね、先輩が。いや実はね、そから200が熱いんだよ。いや、ちょっともう今から他人なんで気安くりょうちゃんと呼ばないでください。いやほら、でも俺の後まだ15回転残ってるからさ。あ、じゃあチン様がそこで当たったら。そうそうそう、出たぜ242。りょうちゃんこれ。あ、りょうちゃんってもう言っちゃダメなの？そうです。青山さんって言ってください、ちゃんと。ちなみに陳様にコメント来てて、前回読んだんですけど、はい、2と2と4の陳龍名は地獄名だって書いてありますよ。そんなことはないです。私が何年海を打ってきてるかご存知ですか、その方。じゃあもう当たるの？もう時間の問題。これもうこれで決まるもあるね。あと10回だ。242、242で90回。整いました。はい。なんとかけますか？謎かけ好きなんだ私。あ、頭いいんだね。俺ダメ、全然ダメ。聞くのが好きなだけ。謎かけ。うん、なんかかけて。レモネードとかけて。レモネードとかけまして。私の青山亮さんへの気持ちと解きます。私の青山亮さんへの気持ちと解くその心は。ほんのり甘酸っぱいでしょう。わーい。かかってないです。ねずっちです。ねずっちじゃないです。ねずっちじゃないですし、かかってますか、それ本当に。かかってます。甘酸っぱい。恋の甘酸っぱさとこのレモネードの甘酸っぱさが。それ中学生とか小学生でもできるやつじゃないですか。あ、もっともっと。いいですよね、もうその勇気に乾杯。よく言えたなっていう勇気に乾杯。ちなみにレモネードを前回私が買っていただいたじゃないですか。かける？買ってもらった時多分陳様がライターという肩書きを捨てた日だったと思うんだけど。その忘れ物を今日取り戻しに参りました。ダメですよ。3連勝したらって言ったじゃん。ダメですよ。今パチンコ大好きおじさんっていう肩書きでやってるから、3連勝したらライター復帰っていう話したの覚えてる？覚えてる。まだ1回だよね。前々回勝ちました？前々回なんで3連勝しないと戻ってこないの。そう。私の忘れ物は。あなたライターじゃないのよ。あなたパチンコ好きのおじさんなのよ。ちゃんと言ってますか、オリホーライターとか絶対やめてくださいよ。一回言うたびにみんなにレモネードですよ。結構言ってる。てかレモネードめっちゃうまいねこれ。うまい。ねえ、こんなうまいやつ飲んでたんだ。あ、来た。こっちから。ああ。クラゲ。これが当たっちゃうのが海でしょ。しっくしょい。青山さんはやっぱでもね、可動台がなんかしっくりくるね。私可動台好きですね。大好きでしょ、うん、大好き。落ち着く、うん、やっぱカメラが立っててくれると、うん、カメラが立っててくれるとなんかちょっと何下ネタ的なこととかどうしてそこが下ネタになるかわかんないんだけど誘わないでよりょうちゃん。島の真ん中とかで、うんうん、島の間が広いお店はいいんですけど、うん、狭い時に真ん中行くとカメラさんが毎回こうやって避けてるのが心苦しくて角を選びがちかも。でもやらなきゃいけない時もあるから、もちろんそういう時は行くけど。あ、そういう事情込みの角が好きなんだ。そう、あとお客さんが両隣にいる時に座った瞬間に、うん、ちょっとさあ、隣カメラ来んのかよって思う気を感じるのもすごい嫌なんで、できるだけ撮影でも邪魔にならないところに行きます。それがまあ角だったりとか。すごいね、思いやりっていうか気遣いの人なんだね、いろいろ。いやー全然、でも一応お邪魔してる身だとは思ってるから。すげえよ、一切気にしない、そういうの。マジで、うん、逆に、カメラマンさんがどうこうとか隣でやってる人があだろうとか全然気にしない。それはある意味正解で、やっぱ勝たなきゃいけない番組とかたくさんあるじゃないですか、バトルとかも含めて、だから勝ちに行くっていうのは、私はその戦いから逃げてる部分があるなって自分でも分かってるから。なんかその誰、でもそれにしたらよく当てるよね、角とかで。いや、こんなん運ですやん。あー 19！なんだよ、魚群かと思ったよ。1級にモチベーション上げすぎじゃない？それ。もうこれだけで本当結構今満たされた。131.19 何回転チャンス、まあ、ぶっちゃけ160までですな。ほうほうほう、さっきおわび魚群来なかったよ。魚群外れたの？あっち、俺もそうだったのさっき。一応50回見たんですけど、そうそうそう、このライトミドルってなかなか手強いよね。でも好き。海のブラックも好きだし、うん、桜ライトもすごい好き。桜なんかはでもほらなんか跳ねるイメージあるじゃん。あいつは謎に続くよね。いい台ですよ、桜ライター。いい台。あれ何なんだろうね。桜出る説。出る説やりたいね。うん、大変申し訳ございませんが飲まれました全部。結構戦えてるような状況なんですけど、当たりなかったらそりゃ減るばっかりなので、ここから現金投資に入ります。前半戦の分が1802発、うん、ありました。全部飲まれました。あー地獄目。リーチ目っていうの今の地獄目143リーチ目、これは打たなあかん。ここで決めるか。視聴者さんが言ってたんだもんね、地獄目だよね。今のところこの台の土地が1800玉プラス3000円ですね。現金投資が3500円目、結構いい台なんですけど、今210回転、2人で打ったら1人は当たるっていうのはもう嘘ですね。当たらない。そりゃそうだよね。そしたら全員2人で行くよね。で1人やめればいいんだもんね、1人がすぐ当たるなら。でも相性みたいなのがあって、私同じ辰巳出版のライターのさやかちゃん、さやかと一緒に並んで打つときは絶対にどっちかが出るんですよ。今のところ私の場合もあればさやかの場合もあるんだけど、そういうなんか相性的なこの人とだったらみたいなのはある気がする。しん様と2人でパチンコ打って爆発したことどっちも1回もないから、誰が悪いとかじゃなくて相性が悪いかもしれない。当たらないね。ねえ、このブラックライトはまあまあな神台だと私は思ってまして。あら、なぜ？だって 100% 突入だよ、ライトミドルで。そうだね、当たればすごい打ってた。あ、本当、うん、これでも甘そうに見えて結構えぐい時ない？まあ ST でうまいことやれない時は無理だけど、うん、でも1万発とか出ちゃう時もある。出ちゃう時もある。私出ちゃう。新様、なんでしょう、今回の解説はさすがに無理あるんじゃないですか。今んとこね、うん、2人とももう200以上ハマってますからね。それがでも結果的にそうなるんだね。でもどっちかしか当たらないっていう話でしたよね。どっちかもう当たるでしょ、そんなの。当たる？もうぼちぼちですよ。2人合わせて300なんて聞いたことない。2人合わせて？2人とも300なんてありえない？ありえない。じゃあ300まで頑張ろう。頑張ります。300までやって、ダメだったら帰る帰るお家へ帰る。うん、今どっかからため息が聞こえたんですけど、どこだろう。はーってふーってちょっと今一瞬珍しいですね、ちん様が心折れるの。移動しましょうか。します？おい、ちんりゅうなんだよ、りょうちゃん。おめえ、ちゃんと当てろよ。任しとけよ。俺、初めてのパチンコなんだから、しっかり頼むぞ。任しとけよ。俺がお前、何年パチンコやってると思ってんだよ。お前、自分で言ってただろ。俺からパチンコ取ったら何も残んねえって。頼むぞ、本当に。よろしくよろしくおっす、任しとけ、りょうちゃん。100回転までだぞ、陳龍。任しとけよ、100なんてそんないらねえ、50で十分だよ。お前かっこいいな。やっぱあれだったな。そうだよ、大もカップルだと焼いちゃうから、あんまイチャイチャするとあれなんだよ。やっぱダチだろ、うちら。ガチやねん、うちら。ガチじゃないよ、ダチだろ、友達だろ。ダチだったら一人ぐらい早く当たるんじゃないか。お前ダチか。そうだよ、俺たち小学生からの腐れ縁だから。お前がどうしてもパチンコやりたいって言うから一緒に来たけど、ちゃんと勝たせてくれんだろうな。任しとけよ。お前最近嫁とどうなんだよ。スタバめっちゃ連れてってるよ。お前の母ちゃん、毎月スタバでいくら使ってんだよ。だいたい1300円かける34だな。4使ってんだよ。4万。そう。あいつ結構使うんだよ。そう、なんかスタバ買うのもなんかスマホでチャージができて払えたりすんだよ。それを全部やるから。母ちゃん働いてんのかよ。母ちゃん俺と結婚するときによ、私もいるから一人で背負い込まないでって言って20年間1回も働いてねえ。HQ 19当てろよ、ちゃんと。17回転19。お前さっきも19って喜んでたけど当たってなかったじゃないかよ。19はでもほんとね、結構何か起こるんだよ、19の直後。カリブは北半球じゃないか。南半球。カリブ南半球だろう。地中海がいいな。あ、じゃあ地中海か。地中海どこだ。イタリアとかフランスとかの下の方じゃね。じゃね。合ってるか。上？イタリアとかフランスの上？の下だよな。下？うん。アフリカ大陸の上だよな。お前意外と学あるな。